Welcome to the future! ズマです。さあ、じゃあ、やっていきましょう。まずね、前回やりました通り、金メダルを取らなきゃいけないんでね。まずはタービンテラー。金のメダルを取るには、何しろミスを減らさなきゃいけないということでね、あんま調子に乗らずにやって、スーッと金メダルを取って、次のステージへ向かおうということになります。やっていきましょう。そうだ。うぅーあ、まあまあ、でも、調子乗っちゃダメだ。よしよしよし。ミスだけはしないようにね。あんま回転しな、する回数減らせないんだね、きっと。そりゃもう一回回ろう。こう、2回とか1回2回ぐらいなら、十分に制御できるんで。そうす、で、こう、それで、転ばないようにすれば、オッケーでしょう。もう2回、2回だけにしよう。そりゃうりゃ意外とここが難しいんだな。ほらどうですか、お客さん。ということで、アークティックオープンが解除されました。早速じゃあやっていきましょう。アークティックオープン。なんか、あれだね、スターウォーズの2だっけ、雪のあれをなんか思い出す。トレーニングプログラム2。今度はプログラムだ。Welcome to the Samsara Industries training program. 次は Welcome back, Ryder. It's me, Cindy. Cindy. Let's work on some intermediate techniques. To climb the steep hill. ああ。なるほどね。この急な坂道を登るには前に体を倒すユース。これすごいな。これすごいな、垂直の壁って。頭を上げて。うまい。どう。センスあるんじゃないの、もしかして。バックフリップ。あ、何バックフリップとかフロントフリップとかってここで学ぶもんなの？なんだ、参っちゃったな。ほら。あばあば。ほらセンサーじゃない、僕もしかして。これで、ここで前にリーンすると。そうね。だからね。危ない、最後。ちょ、最後。最後、すごい嘘になった。なるほどね。これで、ローチと。ローチっていう、なんか、あれみたいなね、バギーカーっていうところの。いいカーだと4輪駆動のチョコ。なんかそういう感じですよね。オフロードっぽいのが書いてありましたね。じゃあやっていきましょうか。スキーオーライド。もうせっかくだからこのローチを使った方がいいね。これでもバイクによってそんなに性能って違うのかしら。おお、なんだこれ。あの木か。ちょっとそれ泣くねひどくねそれ。あ、なんだ、勝手に飛び出すんだよ。さりゃ気持ちいい。お、すっごい回る。ほりゃ気持ちいい、これ。ちょっと危ない危ない。風が強いエリアに突入しました。それちょっと頼まって、あ、ダメでした。全然ダメだった。そう、お、これうまいこと角度で、あ、ダメだ、ダメだこれ。大丈夫。おお、立て直した。奇跡みたいな立て直しました。あー、もったいねー。もったいねー。全然余裕で着地できたな。そう、あ、まずい。ゴール手前でもったいない。調子にならない。たよしよし。何これは。これ八坂村みたいになってんじゃないか。犬神家の一族。
ーもったいなかったな、ミスが。やっぱ調子のもう前回もそうだったけど、やっぱ調子に乗ると厳しいな。シェアプレッシャー、あ、これ1回1回バイクやればいいのかな。それはそれでうっとしいな。さあと、危ない余計なお寸上だった。これあのリマインディングでね。危ない、ちょっと危ない、ブリブリいってる。このローチっていうバイクすごい、なんかリーンが直接効いてくるな。余計なことがあんまできない。おお、なんだ、何の質問だろう。ここはこうでしょ。おっと焼き鳥になっちゃえ。危ない調子乗るぞ。さおおら、ノーミス。どうですか、何爆発すんの、飛ぶんかい。さあ ゴールドメダルですよ。慎重さ大事ですね。レベル、お、一気にレベル6になった。レベルって何があるんだろう。なんか洋服とか解除されるんだね。まあまあどんどん行きましょう。よし、今度は一転して雪山じゃなかったね。何これは、ちょっ危ない危なかった。もういきなりトリックが多すぎだ今の。こうでしょ、そりゃ。次はなんか予想だにせぬものがあられるんだ。めっちゃ終わっちゃう。危ない、そりゃ。あ、まずい、意外と。首折れるというか引きちぎれるんじゃないかっていうような感じで着地しちゃった。あ、もう届いてない、ちょっとすいません。この悲鳴、これあれなんだ。あー、なるほどね。後ろに回っちゃうとやっぱり重心が後ろに行くから飛距離が短くなっちゃうんだね。なるほど。お、なんだ、びっくりした。つらっ、よし。長い落下にご注意ください。遅いが。いや、やっぱりミスが効くな。面白いなこのゲーム。早くオンラインマルチが解除されるのといいんですけどね。そしたらオンラインマルチ解除されるのとどうなるんだろう。あの、それこそエキサイトバイクみたいになんか単一画面じゃないけどあれなのかしらね。どういう感じなの？ちょっとまあ楽しみですよね。オンライン対戦がどうなるのかっていうのは。時間で来そうのか、このなんかトリックの凄さで来そうのかみたいなのが。お、なんだこれ。よっ。どうしてもね、まあ、しょうがないです。一番最初ぐらいね。そう。これ行くでしょ。ほら、あ、待て待て。ちょっ、おお、立てました。何またこれ。こらえて使わさい。ダメでした。いや、その腰の動きはやめなさい、腰の動きは。あ、危ない。と、あ、まず引く、ちょうど始まった。思い切ってやれよかった。躊躇したのが分かった。あ、まずい。あそこもクリアじゃないな、あそこ。あの前ね。ほら、クリアでしょ。うわー、もったいねー。うわー、もったいねー。あれ、あそこでミスなかったらシルバー行ってたんじゃないの。かー、残念。次、ディープフリーズ。冷凍庫。ディープフリーザーか。凍結。いや、なんか一つ一つ
ステージが全然喋れなかった。ステージが全然違うから、楽しみですね、なんかね。もういきなりか。ダメだ、やっぱ調子乗っちゃダメだな。あんまり回転だと、ちょっとよし、ここは飛ぶでしょ。ほら、これしかしどういう感じの設計なんだろうね。なんかこれ見ると未来は大敗しきってるな感じするけど、テクノロジーが進みすぎて。あーダメだ、重心前にやりすぎた。いやこれあれだな、こうバイクがドシンってなる瞬間の体重すごい大事だな。危ない、ちょっとやめなさいってこの腰の動き。今度ひなりも怖いけど、今回はバイクを突き上げるようにして、バイク愛しちゃってるからしょうがないね。なんだこれ、ちょっまずい、何これはおお、立て直した、立て直した。あ、ダメですねここ、あ、そっか、やっぱ危ねえ、何よいしょ。いやー難しくねこれ。こういう感じでいけるかな、飛距離。いけた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 、ギリギリだ。あー、ここでクリアだったのか。もったいねえな、しかし爪が甘いね、僕の技術は。もう順調にどん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 レベルが上がってんだけど、あの下のゲージは何だろう、7の0って。トラックセントラル、はいはいはい、トラックセントラルってあれか、あのプレイヤー、ユーザーが作ったレース、ユーザーが作ったコースを走るってやつだ。これでもそれを考えるとずっと遊べるよねこのゲームね。何これ、おお、すごいすごいすごい。どうしたったら回りきまくってる。これどうすんの、あ、そういうこと。チークス。これ、むすん、これ。あ、戻っちゃった。なんだこれ。これ、調節難しすぎない？ほら、あ、ダメだ。もう一回。どっかでスピード落ちないでくれるな。回るスピード。完璧。いやー、全然完璧じゃなかった。もうちょっと速度上げないとダメなんだ。この辺でレバーを離すと。ほら、どうですかお客さん、ちょっと飛びすぎ飛びすぎ、すごい飛ぶなこれ。これこんなんあったらトリック決めるかったな。よいしょすごいなこれ、かっこいいな。トーン、あ、ダメだ、調子乗った。いやー痛い、おっ、おー、なんだ下にあんのかよいしょ、ちょっと何これは顔めり込んでますけどこっからか、よし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 、あ、こっからか、ちょっと待って、これかっこいいな、ほらほらほらすごいかっこいい。じゃあ、どこ行くのよ何があったの今、ちょっとスピード上がりすぎて分かんなかったけど、うわ、これでも気持ちいいなこれ、ジェットコースターみたいなこのループ。これちゃんとケツを落とさないとダメなんだね。よいしょ、ちょっとこれずるくないどうすんのこれ、え、どう、あれ、ちょっともうしょうもないミスを、あれ頭持ち上げなきゃダメなんだきっと。こうでしょ、ここで十分にスピードを上げて、で後輪を持ち上げて飛ぶのいいんだな。ほら、ちょ、これも全輪持ち上げて、まあ要は飛べて、よいしょ。どうなったの今度は、あんまどうしてもらっちゃう、なになになに、もう直前まで見せないのやめてよ。まあでも分かった、1回目ではね、は危ない危ない、ジャンプしたとこもう一回ぶつかっちゃった。よいしょ、ちょっとこれ、あ、でも先が見えないのきついな、やばいやばいやばいあ、次はああなるんだよ、分かった分かった。あそこでスローダウンでさっき
あこれうまいこと、このローチっていうバイクが多分ちょ危ない危ない、あーまあミスが効いたよね。何これは何これひどくないひどすぎないそれは。はあ、たまげたな。いやーやっぱミス、あーこのステージも難しかったな。賞味ビッグエアスキルゲーム、なるほど。どういうことだろうビッグエアって。ベイルアウトイズ三角アティエンドオブジャンプ、なるほどね。あの三角で飛び出すことができるんですけど、あれでやると。な、分かった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 。ちょっとこれもう一回やりたいな。これすごいね。これスキーのジャンプだ。これ気持ちいいでしょ。あ、これもう一回やりたいな。これリトライを真ん中のやつをもう一回押し上げてね。これスピードとしてこういう感じじゃない？で、とりゃ！いたいたいた。すごい。ああ、でもこんだけしか飛べないんだ。この滑り方が。ザーっていう。これで、ああ、これでブロンズなんだ。なるほどな。これ面白い。これちょっとまた挑戦しよう。メダルが足りなかったらこれでゴールドを取ることにしよう。さあ、足りた？うわー、足りないか。じゃあ、あ、でもメダルあと1個だね。20で。だから、要するに、このビッグエアでシルバーを取ればいいわけですよ。これね、多分ね、重心の移し方とかね、大事なんだよね、これ、きっと。あと、これも、できる限り、こういう感じでいって、とりゃ！あー、いかないかな、低い。低いか。もう一回。これ結構難しくない？ああ、ダメだ。もう一回。あ、ダメだ。これ全然スピード出てない。ダメだ。飛んでねえじゃねえか、一つも。こうして。どう？低いかな。いや、記録は、あ、記録を更新してないのか。ならもう一回。これでも、うわあ、ダメだ。これ難しいなぁ。ちょっと舐めてたわ。難しい、難しい。全然ダメだ。いやー厳しい。これいったんじゃない？これいったでしょ。あーでも 90m か。あ、でもダメ。大丈夫大丈夫大丈夫。解除した解除した。アーバンスプロール、やったね。この絵面よ。金 115m ってきつくねえ。それ、あ、そう。じゃあということでアーバンスプロール解除、ということで第2回はここまでということにします。次回アーバンスプロールお楽しみに。